そこにいるのってキャサリンじゃないか？そういえばキャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。オイラは確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは、まるで一作のフォンテーヌエール。あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ。確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すため。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限ら。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだキャサリン、好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜキャサリン。そうだ、今日はあなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。今日の